キチャンネル。ちょっさあ9連戦総チェック真っ只中っていうところで月曜日の試合ありますからやっていきましょうね。カードが変わって12日巨人対阪神ね、いきなりビッグマッチゲームっていうところで、巨人先発山崎より6回3分の2 121球2安打6三振3四球無失点で5ペッチね。その後高梨船橋マンバルドナードケラーでね、その後リリーフが踏ん張ってね、阪神は先発西7回96球4安打2三振無四球1失点、こちらも5ペッチね、しかも自責点ゼロね、っていうところでね、バットも何本へし折ったっていうぐらいね、力の入ったピッチングでね、本当に素晴らしかったけども、巨人はね、初回、先頭丸がセンターツーベースあーセンター前ヒット、吉川送りバントを決めて、坂本がショートゴロで、ツーアウト二塁から岡本の三塁線のゴロを里出るね、よく取ったけどね、ワンバン中途半端になって、あれはねファースト大山取ってやりたいね、正直バウンド難しかったけどもね、でそれが悪送球になってね、1点この1点だけだからね、スミーチしかもタイムリーエラーね、でもあれは大山取ってやりたいな、やっぱりこれね、やっぱりその内野手のね守備能力が上がるのはファーストの守備力って俺何回も言ってるけど、これめっちゃ大事なのよ、あれね取ってやりたかった、今のサトテルの守備の感じを見てるとね、取ってやるかった。でもねコメント欄にもね、外野前側がいますっていうのはあるけども、そしたらもう大山サードのファースト里出る行こうか、ね、もしくは前側ファースト守られへんのかなっていうね、ところはチーム内じゃないから分かんないけども、いろいろありますけどね、フォーメーションは。でもこの1点で負けるっていうのはね、阪神にとっては痛かった、しかも3安打だからね、そんなビッグチャンスもなかったしね、完敗って言ったところだし、なんかね阪神にとったらうーんみたいなね敗戦になりましたけども、ここどこまで踏ん張れるか勝負だね。でもジャイアンツはねその中でねしっかりピッチャーがね踏ん張って、この1対0ね勝ち切れたのは大きかったんじゃないでしょうか。巨人対阪神13日の試合、前日1対0で巨人が勝利して、巨人連勝したいところだったけども、8対5で阪神の勝利で1勝1敗の5分っていうね形になりましたけども、この日ピッチャーがねグリフィンというところで、阪神の打順近本、中野、渡辺、4番森下、大山、野口、そして梅野、木浪、佐伯というね、里輝を外すっていうね、まあこれはピッチャーが左だからっていうところもあるし、やっぱり最近スローイングっていうところもあるから、一回ちょっとベンチでね一回下げてね流れを変えていこうっていうねところもあっただろうけどもね、ロースコアの展開かと思いきや、阪神佐伯5回83球8安打三振01四球5失点、三振0だからね、これは状態かなり悪いよね。まあ変化球高めに浮いたっていうところもあるけども、岡田監督のね試合終わりの、談話でね、癖が見抜かれてるかもしれないっていうねところもあるんで、まあそれは一理あるかもしれないけどもね、まあそういったところもしあるんだったら直していけばいいしね、直せなかったら自分の武器のホークスライダーがね生きなくなってくるっていうところもあるんでね、まあ次のピッチングにねどう出るかっていうのは見ていかなきゃいけないところ。で巨人先発グリフィンね、4回89球4安打5三振2四球5失点っていうところでいきなりやられた、初回ね阪神の攻撃、先頭近本レフト前ヒットで、中野渡辺が連続でアウトになるけども、森下がね先制のツーランホームラン、グッパって言ったと、やっぱ森下のね積極的に打ちに行く打法ね、これがねやっぱ森下のいいところ、ストロングポイントね。しかし巨人はね1回裏先頭丸のねホームランで1点返して、いやこれは面白い展開、どうなるか分かんないっていう中で、阪神はね4回の表ね、先頭渡辺が粘りに粘ってフォアボールで、森下アウトになるけども大山フォアボール、だグリフィンとしてはこのねフォアボール痛かったよね。でその後野口がセンター前ヒットで、ワンアウト満塁になって梅野が三振するけども、ツーアウト満塁から恐怖の8番木浪、ライト勝者一勝のタイムリーツーベースっていうところで一気に3点クッパッ、8番恐怖の木浪が復活したら、これはタイガースのね逆襲への鐘が鳴るっていうねところになるけども、しかしね5対1になって5回裏ね、巨人の攻撃、長野がライト前ヒットで、岸田フォアボール、結局最近もフォアボールよこのね、で門脇送りバントで決めて、ワンアウト一塁からモンテスが左中間を破るレフトへタイムリーツーベースで2点で、まだアウトになるけどもツーアウト二塁から、吉川のタイムリーツーベース、そして坂本のタイムリーヒットで4点、結局5対5同点、まあ、こっからねどうなっていくのかっていうところでね、6回から巨人はねもう札ばさばで、阪神はね一死ってもうねリリーフ勝負やっていう中で、7回表ピッチャーね高梨、木浪ファーストゴロでアウトで、代打原口フォアボールで、近本ツーベースで、中野フォアボール、結局このねフォアボールだね、もうこの試合のねポイントはもうフォアボールね、しかも、
ね、高梨は左押さえるために出てきて、結局近本にツーベース、そして中野にフォアボール、これは痛いよね。でワンアウト満塁になって3番渡辺、ここでね、まあ、右に変えたら佐藤輝が多分代打出てくるのよ。岡田監督も言ってた、試合後のね対談で、あそこ右が出てきたら佐藤輝だった。だからベンチは佐藤輝と渡辺を天秤取ったと思うんだよね。で、阿部監督はね、なんか変えてほしそうな顔してたけど、自分のケツは自分で吹けっていうね、いう厳しめのコメントあったけども、もう一つはやっぱりね、佐藤輝と渡辺を天秤取って渡辺の方が打ち取れるんちゃうかっていう中でね、直球破壊王子になんでビッグピンチで初球アウトコースのストレート系を選ぶんやっていう話やね。直球破壊王子やん、みんな知ってんねん。それだったらもう外からのスライダーとか、それでよかったんちゃう。いきなり直球破壊王子に満塁でアウトコースのストレートを、ストレート系、まあ、シュートかもしれない、ツーシームかもしれないけどね、ストレート系をバチコーンって打たれるってちょっと納得できんな。そこはやっぱりだって直球破壊王子って言われてんねんで、ストレート系そのスイングしてくるやん。でそれがねものの見事に、左中間ねタイムリーツーベースになって一気に3点で8対5、これでもゲームセットだからね。で、巨人としたらね、巨人としてはこれ6回だね、ツーアウトから、門脇モンテス連続ヒット、丸のフォアボール、ツーアウト満塁から吉川セカンドゴロね、ここいいし、ここで1本ね巨人が先に点取ってれば巨人の勝ちだったかも分かんないけども、6回裏にツーアウト満塁のチャンスを巨人は点に結びつけられず、逆に阪神はワンアウト満塁渡辺の打席でね一気にレフトへ走者一掃の、3点タイムリーツーベース。だからまあワンアウトツーアウトね結構大きな違いはあるけども、ここだけはなぜねまっすぐなのかと、直球破壊王者でっていうところはねちょっと気になるところだったね、まあ、というねところで阪神が8対5で勝ったのはかなり大きな勝利だったと思います。巨人対阪神4対0で巨人の勝利というところで、このカード2勝1敗でジャイアンツの勝ち越し、グッケン、これは大きかったね。阪神もなんとか優勝に向けてっていうところで、最低でも勝ち越したかったところ負け越したのは痛かったかなと、まあ、その中でねさすがのエース戸郷ね、この大事な時に9回126球7安打3三振無四球完封勝利ガペッ、こういう時にエースがねしっかり勝つっていうところはめちゃくちゃ大きいし、これに乗ってね勢いに乗ってジャイアンツがいけるかっていうところの勝負だけども、阪神先発多いからね4回73球4安打5三振2四球4失点と、まあ、1イニングのねビッグゲームにやられたかなっていうところで、巨人は4回裏ねしかも2アウトからだからね、2アウトから大城フォアボールでモンテスが2ベースで、2アウト2、3塁から門脇フォアボールで、2アウト満塁からなんと浅野が3球目、これねあのレフトスタンドへ打った瞬間ね、これチェンジアップかなツーシーム系かな、なんかね、スライダーか、ね、あのスライダーをねしっかり引っ張り込んで、レフトスタンドで満塁ホームラン、クッパって、ね、最後、トーンってね、この先のね、バットの先にパーンって乗ったね、打った瞬間満塁ホームランっていうところで、まあ、このね、一気に4点をね、ジャイアンツは守り切ったっていうところで、まあ、阪神としたらね、初回、近本レフト前ヒット、で中野がアウトになるけども、ワンアウト2塁で、森下、佐藤が連続でヒットで打つ。ね、で2、3、4とね、ヒットは出るけども、4回も佐藤のダブルプレーね、で 5、6、三者凡退、で7回も、ね、ランナー出るけども、大山4、6、3ダブルプレー、阪神がね、負けるときって、ダブルプレーが多くなっていくときはね、なかなかね、いい試合ができないかなっていうね、で巨人もね、それ以降、なかなかね、点も奪えず、まあ、6回ね、ツーアウト2、3塁で、浅野、もう1回ね、ビッグチャンスあるぞっていうところで、若干ストレートね、インコース詰まったかな、センターフライっていうところで、もう1点打てずっていうところもあったけども、あんだけね、ホームラン打ったら上等でしょっていうね、その中でね、8回裏、ね、ツーアウトから大城ライト前ヒット、でツーアウト1塁からモンテスの、ね、ツーベース、ここね、大城本塁狙ったけども、タッチアウト、でもあのヘッドスライディング、ガッと、あれでいいのよ。であれで俺あれでアウトになって、阿部監督もそうだけど、なんかこう意見言われてんのがちょっと俺にはよく分かんないんだよね。仕方ないじゃん、もう足が遅いのはね、俺もそうだけども、でしかもね、もう足が遅いんだったらなんか打球判断とかって言ってたけども、いやそれ打球判断悪いんだったら止めりゃいいだけじゃん、三塁コーチャーがね、別に回す必要性ないじゃん。4回のさ、ツーアウト一塁からのモンテスのツーベースのところで大城止めてるわけじゃん、ね、だからこの8回の時も別に、まあ、多分4点差あるから回したと思うんだよね、余裕もあったからね、だからまあひょっとしてそれてくれたらセーフだろうっていうところで回してアウトになったから、別にそれはそれで仕方ないんじゃないかなって俺は思うんだけど、皆さんどう思いますか。もうそれで
無理なんだったら止めればいいだけじゃんね。もう結果どうしようもないからね、そのタイミングで。そっから三塁からいきなり速くなるとかないからね。そういった意味ではそのポテンシャルの中でやってる中でアウトセーフがこれ無理なんちゃうかと思ったらサードコーチャーが止めればいいだけで、それを回してアウトになってるっていうところで、おい大城足遅いよって言われても、その三塁からいきなり足速くなることないから、三塁から減速していくわけよ。俺もそうだけど足が遅いランナーっていうのは、それを見越してコーチャーは止めるかゴーか決めなきゃいけないんじゃないの。しかも4対0だから別に回したっていうところで考えるとね、アウトになってもいいからそれならセーフでツーアウトだしっていうところもあったと思うんだよね。それを完璧な中継されてタッチも良くてアウトになったっていうところだけじゃないのって俺は思うけども、ジャイアンツファンの皆さんどうですかっていうところはあります。しかしジャイアンツはね4対0、あの戸郷の完封勝利もそうだしね、一気に浅野の満塁ホームランでいいところで点を取ってね、まあ、それ逃げ切り勝ちね、2勝1敗の勝ち越しはねジャイアンツにとって大きな勝ち越しになったと思います。あとこの中継ね、もんですね、打った瞬間一瞬ホームランかなっていうところだったけども、レフトスタンドのね、まあ、レフトのフェンス最上段に当たって、まあ、クッションだね、まあ、ここをねしっかり近本がバックアップ行ってね、レフトのね前側取りに行って取れない、そのバックアップを近本が行って、そして木浪ホームの梅野完璧な中継グッシュビ、ね、近本もねいい形、しかも左だったからねいい形のねこのフェンスのバックアップカバーね形入っていったね。で8、6、2完璧だ、ね、ホームのタッチも完璧だったし送球も完璧だった、ね、まあ、ちょっとでもそれたらね大城もセーフだったけども完璧な中継っていうね、ところで言うとね、まあ俺はどっちもだからって俺は大城を攻められないんちゃうかって俺は思うけどね。でも阪神としたら完璧な中継プレー、近本のバックアップも良かった、ぐっしょりだったと思います。ヤクルト対中日5対4ヤクルトのサヨナラ勝ちっていうところで、ヤクルト先発岡は5回3分の1 77球6番3三振3失点、まあなんとか粘ってピッチングしたけども若干切れないかな。まあここでね、あの1回ね飛ばすっていうね、登録抹消っていうところをね高津監督は言ってましたけども、若干切れないから、まあ球数は少なく投げ切れたけどね、若干勘切れないかな。もうちょっと低めコース、もっと小川だったらねもうちょっと制球いいんちゃうかっていうところはあるけども、まあ、その後ね大西田口木澤小澤とね、リリーフが踏ん張って、まあ、最後ね追いつかれちゃうけどもね、なんとかサヨナラ勝ち。で中日先発梅津4回103球7安打7三振5四球4失点、ちょっと制球乱れまくりすぎたね、球数も多いし5四球はね痛いね。その中で、ヤクルトはね先制、岩田フォアボール、長岡センター前、サンタのフォアボールでノーアウト満塁、ここで村上が 3-2-3 ダブルプレーになって、いやこれで終わりかっていうところで、オスナ、太田連続フォアボールで押し出し、初回いきなり4四死球で1失点、これ痛いよ ね。で、2回裏、ね、ワンアウトから小川レフト前ヒット、岩田フォアボールで長岡がショート内野安打、ここやここショート の村松は判断良かったよ。だからサードの、ね、福永お会いすぎや、もうあれ諦めてすぐサードに帰ってきたらサードホースプレー俺いけたと思うんだよね。ちょっと一瞬ねブラックホール間があったような気がする、パンパンパンって戻りきれてたらいけてたような気がするけど、ちょっともったいなかったね。でそれ悩んだなってワンアウト満塁からサンタナがねライトにタイムリーヒットで2点で3対0しかし中日はね4回表に先頭岡林スリーベースで福田がアウトになるけども、カリステ石川そして村松と、このイニング3人のタイムリーヒットで3対3同点。しかしヤクルトはねすぐ4回裏にサンタナのホームランで勝ち越して4対3、ね、でここから中日はね、5、6、7、8と得点できなかったけども、まあ、6回ね先頭福永ツーベースでカリステ、細川石川がね続かずで7回にもね、先頭村松がツーベースで吉田送りバントを決めて、田中美希はねセカンドフライ、ね、でこれで、ギャンブルスタート切ってたからね三塁ランナー戻ってダブルプレー、まあ、これは仕方ないよね。しかしねこの7回表に村松からの木下送りバントってことはこの試合勝ちにいってんだよね。勝ちにいってんだったらやっぱこの6回の福永ツーベースからのカリステの、ライトフライここね三塁進塁してなんとか細川石川でね1点取りたかったね。こう最高のもうねあの進塁打持ってチャンスしてるんだけど、だから2回連続ねどうにかして勝ちに行って1点取りに行ってる中でやっぱ1点取れないのがねやっぱ今年の1年間のドラゴンズのねやっぱこの苦しいところかな。しかし9回にはね細川がホームランを打って小沢からね同点になるけども9回裏ねピッチャー松山先頭長岡ツーベースで西川のね送りバンドを石川がフルダッシュチョイスで三塁セーフっていうタッチプレーだからね、
で、一三塁村上敬遠で満塁策を取って大瀬良がね犠牲フライっていうところで、まあ、さよなら勝ち。まあこれどうせファーストでアウトにしても結局村上オスナ、軽減の満塁策で、そして、まあ、丸山勝負っていうね、ところになってたと思いますけども、やっぱりタッチプレーから無理しないでファーストでワンアウト満塁でダブルプレーっていうねところも手もあったけど、まあ、結局負けたかもわかんないけどもね、まあ、ヤクルトとしてはねしっかり最後粘り勝ちで、ね、勝って、まあ、やっぱ最下位はね脱出したいっていう思いはね強いんじゃないでしょうか。ヤクルト対中日、5対4で中日の勝利というところで、中日先発高橋宏斗、6回106球、4安打7三振、3四球2失点と、まあ、最近の高橋宏斗の中だったらちょっと制球ばらついて荒れたかなっていうね、ところはあります。ちょっと球数もね多くかかったしっていうね、ところもあるけども、これでね3連勝っていうね、じゃあ3連勝じゃない、1、2、何連勝だね、お謎にオールスターで負けと敗戦投手になってるからね、しっかりね勝ち切れて、その後清水、松山、藤島、マルティネスと、まあ、失点もあったけどもなんとか逃げ切り勝ち。ヤクルト先発ヤフーレ、5回3分の2、108球、8安打5三振、2四球4失点っていうところで、中日はね、1回も、2アウト1、3塁ね岡林のヒットと、そして細川のフォアボールでチャンス作るけども、そしてその中でね2個のワイルドピッチ、これはキャッチャー止められないよ、めちゃくちゃ叩きつけてたからね。しかしね、石川がショートゴロでアウト。で2回もね、ワンアウトから木下、そして田中美希が連続ヒット出るけども、まあ、ここでね、高橋が送りバント失敗。こういったところちゃんとやっとこう。ね、でその後、岡林がサードゴロでアウトで得点できず。で3回にもね、カリステがヒット打つけども、その後、細川、石川が連続三振っていうところで、なかなかね、最後1本また出ない。これがザ・今年の中日の野球。ヤクルトもね、前半初回ね、長岡の内野安打、村上のフォアボールで2アウト1塁チャンス作るけども、オスナがファーストファールフライ。で2回、3回を三者凡退に抑えられて、これなかなかどっちつかずの試合やなっていう中でね、中日は4回表、先頭村松がツーベース、そして木下送りバントを決めて、ワンアウト3塁から、田中美希のセカンドゴロの間に、村松がホームインというところで1点先制。もうこういう泥臭さでもいいからね、全然ね1点取れれば。でその裏ね、4回裏、ヤクルトはねサンタナ・オスナがフォアボールでワンアウト1塁にチャンス作るけども、宮本、内山はね1本出ずね。で5回お互い三者凡退で前半1対0ね、まあ、ヤクルトもどうしても最後の1本出ないっていう中でね、中日は6回表2アウトから村松、木下連続ヒットで田中美希は、軽減されて2アウト満塁。ここで高橋宏斗で勝負、これはね俺良かったと思うんだよ。しかしここで高橋宏斗にね内野安打打たれちゃダメね。でこれで、2点目、そしてその後ね岡林押し出し、ピッチャー山野になってね、でここで、ピッチャーまた福永の打席で丸山に代わってワイルドピッチ、これもめっちゃ叩きつけてた。これキャッチャーだからも難しい。だから、ね、高橋宏斗に打たれて押し出しとワイルドピッチで4対0だからね、めちゃくちゃ流れ悪い。だからヤクルトとしたらもうミスからの失点で4対0、逆に中日からしたらね高橋宏斗のセカンドの、ね、ピッチャーの大きいバウンド、あれをやっぱりね全力疾走したのがね大きかったよ。前のねセーフティーバンドもあったしね、そういったところでは投げるだけじゃなくてね打席でも貪欲にね、自分のためにしっかり結果を残すっていうところのね全力疾走はいい。あとは送りバンドだけちゃんとやっていこうっていうね。でまあ、中日あのヤクルトねセカンド宮本、まあ、あれは無理だね、あれはもう精一杯あのプレーがね。で4対0になって、で6回裏ね、ヤクルトの攻撃、先頭長岡センター前ヒットで、サンタナの打席でここでワイルドピッチ、しかし三振で、ワンアウト二塁から村上のタイムリーツーベース、オスナのタイムリーヒットで2点を返して4対2。まあ、ここでね徐々に分からなくなってきて、で8回裏ね、ノーアウト一塁から村上がねレフトにタイムリーヒットで1点差、なおもノーアウト1塁、ここでピッチャーね松山から藤島に代わってオスナ三振で、代打山田デッドボールで、ワンアウト満塁から内山1、2、3ダブルプレー。ここ、まあ、内野転がしたらなんとかあるってところで無理に当てに行っちゃったよね、三振しないように。あそこはパーンでよかったんちゃうかって俺は思うけどね、ダブルプレーだけが一番悪いからね。ここねドラゴンズのリリーフ陣しっかりね、松山から藤島、このねイニング途中にもねしっかり変えて抑え切ったね、ベンチワークも非常に良かったし、このね藤島低めにしっかり投げてね、あの山田にデッドボール当てたのは誤算だったとは思うけどもね、しっかりダブルプレーで逆転されず、9回ねワンアウト1、3塁から村松のセカンドゴロを山田ホーム投げるけどもね、これ1点ねアウトにならずフィルダーチョイスになって、まあ、この1点がね
ドラゴンズにとったらめちゃくちゃ大きかった。で9回裏ね、2アウトから増田のホームランでね1点差になるけども、その後長岡がね内野安打でなんとかつなげるけども、西川がねショートフライでゲームセットっていうところで、まあ、ヤクルトとしてはやっぱりミスで失点したのがね結果的にその1点差に、ね、なって負けるっていうところもあったし、まあ、この試合ねマルチネスが岩田にデッドボールを当てて、まあ、その前も山田がデッドボールね、その前には赤羽のデッドボールもあるしね、揉めてっていうねところもありましたけども、いいんちゃうあれぐらいや行けばね、お互いガンガン最近何度もそうだけどね、まあ賛否あるかもしれないけど、ああいうのがねどんどんなくなってきてるから、だからたまに起きるとねめっちゃ珍しくみんなが反応するけども、昔めっちゃ起きてたで、最低でも1チーム1回は絶対起きてたと思うんだよね、年間通して言うとね。そういった意味では別にあれがまた抑止力になるからね、言うこと陰で言っててもしかないから、もう面と向かってね言えばいいしね、何かもしね言われたんだったら言い返せばいいしね、そういったところはねガンガンガチでね俺はやり合っていけばいいんちゃうかっていうね、まあ、俺がキャッチャーだったらね指加減でねどうにでもなる話だけどもね、まあそれは今どうなってるのか俺は知らないけどもね、まあ結果的には中日が勝ったっていう中ではね、やっぱりそのヤクルトはミスでの失点がねちょっと痛かったかなっていうね、ところでこのカードはね現状1勝1敗の五分、5対4ね同じ点差で勝敗は別々っていうね2戦目になりましたね。ヤクルト対中日14日の試合7対6でヤクルトの勝利ということで、このカード2勝1敗でヤクルトの勝ち越しになりましたけども、中日先発松木平6回107球8安打4三振2四球4失点と、まあ気のせいかどうか分かんないけど若干踏み込み弱かったんちゃうかっていうねところで、ボールの勢いが若干前回よりも落ちたんちゃうかって思うけどもね、まあここら辺はまだね一軍で投げ始めたばっかりなんで、まあ月平のことまだ研究不足なんでね、もうちょっと研究していきたいと思います。ヤクルト先発サイスニード6回3分の1 89球5安打5三振1球1デッドボール2失点で、またも勝たせてやりたいサイスニードの不運、勝ち運に恵まれないグッピッチだったのにね、まあ、その中でねヤクルトは1回にねサンタナのライトへタイムリーヒットっていうところで先制するも、中日はね4回に石川のホームランで同点、しかし5回の裏にねオスナのスリーランホームランで4対1、これで本当はね勝たなきゃいけないんだけども、中日7回にね木下のタイムリー、そして8回に一気に4点ビッグイニングっていうところで石川犠牲フライ、木下タイムリー、そして代打川越のタイムリーっていうところで一気に7対4逆転、6対4逆転ね。しかし8回裏に、岩田の打った瞬間ライトスタンドで同点ツーランホームラン、岩田グッパッティね、デッドボールやられても打ち返すぜっていうところでね、やれたやり返すホームラン出たっていうね、岩田グッパッティね、で同点になって、で11回裏にね村上の、ライトでサヨナラヒットになるけども、お互い12安打ずつねっていったところで、まあ、なかなか解説は難しいけども、キサーも4失点とね、まあ、あそこでしっかりね粘り強く勝ちたかったなっていうところもあるし、サイスリードにね勝ちつけたかったなっていうところもありますけども、まあ、最後はね、11回裏ね先頭岩田がツーベース、頑張って岩田いい ねで代打西川がね、敬遠されてノーアウト1塁で、ここで代打増田がねきっちり送りバントを決めて、ワンアウト2、3塁から長岡が敬遠で、ワンアウト満塁から内山が三振というところで、もう泣きそうな顔で帰ってきて俺がやらなきゃっていうね、村上がサヨナラヒットになってね、ヤクルトとしたらいい形で、しっかり勝って今現状、5位にね、中日とヤクルトが、ゲーム差なしの5位で同率っていうところではね、まあ、最下位だけは避けたい両チームっていう中ではね、非常にヤクルトのねいいところもなったし、ヒーローインタビューのね村上の顔も、にこやかにしてたしね、チームの状況はね、悪いけども雰囲気はねいいんじゃないのかっていうようなねところも見えましたけども、ヤクルトはもう目先ねしっかりカード勝ち越していくっていうところでは非常にいい戦いだったし、中日もねしっかりやっぱねこのバランス悪いね、打ったら取られるね、取れなかったら、打たれちゃう、踏ん張ってたら取り切れないっていうねところもバランス悪いけども、まあ、なんとかね戦っていきたいっていうところでしょう。まあ、結果ねヤクルト2勝1敗勝ち越し、ヤクルトとしたらいい形のね試合展開だったと思います。広島対 DeNA 10対3で広島の勝利というところで、このね初戦広島が勝ったの大きい、 DeNA クラスに向けてはここの敗戦痛いよっていうね、 DeNA 先発森2回3分の1 57球6安打2三振1デッドボール4失点で降板で、広島先発玉浦9回129球9安打9三振1球3失点で完投勝利5ページ。ここに来てこの連戦中にこの玉浦が完封ね、しかも森下、ね、栗
床田、大瀬良いる中で、この玉村も無双してきたら、もう広島手つけられるような、若干クリがね、ちょっと調子悪い時あるけども、これはちょっとね、頼もしい左腕がね、入ってきたっていうところで、しかし DeNA はね、初回、ツーアウト三塁からオースティンの先制、タイムリーヒットで1点先制するけども、3回裏、広島の攻撃、先頭秋山レフト前ヒット、で矢野がセカンドゴロでアウト。で、ワンアウト二塁から野間タイムリー。で、小園が続いて坂倉タイムリー。で、上本三振するけども、中村翔成タイムリー。で、石原満塁策で軽減。ツーアウト満塁から玉村、ここでワイルドピッチ、バッと。何やっと何やっと。で、しかも玉村もタイムリーヒットで秋山タイムリーっていうね、一気に6点。しかし DeNA を4回表にね、牧のホームランで1点返すけども、すぐさま4回裏にね、坂倉のホームランで7対2。ここ、こういうところ、流れをね、許さない。まだ前半だからね、ビッグイニングまだあるかもしれないところを流れを許さない。この坂倉のホームランがね、今日は決めてたね。で、6回裏、ね、坂倉のワンアウト1、3塁から内野ゴロの間に1点入れて8対2。で、8回にもね、二股、そして上本が連続のタイムリーヒット。で、9回に DeNA はね、小原のタイムリー1点返すけども、10対3。仮に DeNA が勝つとしたら、この3回表、ツーアウトから梶原さんの連続ヒット、ツーアウト1、3塁、4番オースティ、ショートゴロ。ここでもし1点でも取れたら、この裏の6点がね、ひょっとしたらなかったかもしれない。まあ、足られば言っても仕方ないけどもね。だから DeNA のポイントとしては、この3回に得点できないことによって、この試合がね、大味な試合展開になったかな。逆にカープはね、そこをオースティに打たせなかったことによって、バンバンバンっていった。あとは、京山のやっぱり玉村のところのワイルドピッチからのタイムリー。これはめちゃくちゃ痛い。ね。一番やっちゃいけないパターン。ね。まあ、そこをしっかり踏ん張りきれなかったらね、森友と4失点、京山1失点で、佐々木千早がホームラン打たれて1失点で、坂本1失点の中川2失点、まあ、中川、早手だけがね、無失点で抑えたけども、まあ、全員が失点して大味な試合展開になった。まあ、初戦カープとしては勢いづいていいピッチング、しかも玉村完封リリーフも休めて最高のね、カード初戦になったんじゃないでしょうか。広島対 DeNA、6対0で DeNA の完封勝利というところで、 DeNA 先発東、8回112球、3安打3三振、2四球無失点でグッペッ、ね、これで、今シーズン9勝2敗、防御率 1.74、まあ、完璧な、ね、シーズンを2年連続で、ね、送っていますけども、まあ、ここね、7月10日以来ね、勝ち星がなかった、約1ヶ月ね、勝ち星なく、その中で、ね、2敗してるっていうね。まあでもね、失点は3点2点と、そんなめちゃくちゃね、取られてないっていうところはあるけどもね、まあ、久しぶりの勝利っていうところで、本人もね、いい形で勝てたんじゃないでしょうか。広島先発野村祐介、5回83球、4安打2三振、1球4失点っていうところで、ちょっと味方にね、まあ味方にっていうか、もう自分のミスだけどね、非常に、もったいない。実績点3だけどもね、それもしなかったんちゃうかっていう中ではね、初回、DeNA の攻撃、梶原がレフトでツーベースで、桑原がね、ファーストゴロ、ここをファースト坂倉が取って、ピッチャーにね、ベースカーブのピッチャーに野村に投げたら、野村がキャッチできず、多分目切ったんが早かったんだろうね、ポロンチョ落としてセーフで、ノーアウト1、3塁になって、で佐野がライトにタイムリーヒットで、オースティンがスリーランで一気に4点、ビッグクーオースティン、ナイスバッティング、ね、これ痛かったよ。これだってアウトにしてたらノーワンアウト二塁でしょ。そしたらひょっとしたらこれ続かなかったかもしれないし、ランナー三塁も行ってなかったっていうところも考えるとね、まあ、1点はひょっとしたら取られたかもわからないけども、0点もね、あった可能性がある中でこのミスは痛い。そして6回にもね、失点するんだけども、佐野のね、ファーストゴロを坂倉がね、3-1 のプレーで悪送球。ちょっとピッチャーコルニエルのファーストベースカバー入るのもちょっと遅かったんちゃうかとは思うけどもね。で、オースティンの内野安打。で、ワンノーアウト1塁から牧が543ダブルプレーになるけども、ツーアウト3塁から山本がね、ライトでタイムリーヒットをグッパティ。この1点、勝負手だね。めちゃくちゃ大きかった。で、その後ね、強打のヒット、ツーアウト1、3塁から林の打席でコルニエルが牽制、悪送球、バッと。何やっとんっていうね。この3つのエラーが全て得点に絡むっていうね、まあ、カーブも今ね、状態よく来てんだから、こういうね、まあ、つまらないミスしてると足元パーン疲れて一気にドーン落ちるからね、そういったところではいい感じで来てるんだからね、こういうね、あのミスからの失点っていうのは避けたかった。で、広島は4安打だからね、ちょっと打つ手なしっていうね、東に完璧に抑えられたかなと。1、2、3、4回、5回まで三者凡退ノーヒット。
で6回ようやくね、石原秋山が連続ヒットを打って2アウト1塁で、こう二股がね三振、もうでもこの時点で6対0だからね、そういった意味ではちょっとね広島としては完敗かなと。でもこういったところね本当ちゃんとやっていかないと一気に疲れるし、 DeNA はねこの広島ね先勝できたのはめっちゃ大きい。まだ A クラスに向けてねチャンスあるからね、その中でこれね広島をしっかり叩いていってねギュッと詰めていきたいね。ところでは東がね1ヶ月分の勝利はナイスピッチング、大きかった勝利だと思います。間違えた、セリーグはあの2戦目でした。だからあの DeNA が初戦勝ったわけじゃなくて1勝1敗の五分に向けて明日必ず勝ち越したいっていうところでね、DeNA をね連敗しなくてよかったなっていうね一戦でしたね。東の完封のもとグッピチでした。広島対 DeNA14 日の試合4対3で広島菊池のサヨナラスリーランで逆転勝利ということで、このカード2勝1敗で勝ち越し、グッケン。もうこういうのなってきたらもう優勝するよ。そういうね、まあ、ジャイアンツも浅野がホームラン打ってね、この新戦力が出てきた、こういったところがね、まあ、やっぱり優勝に向けて好材料なんだよね。だからやっぱりジャイアンツも新戦力の浅野ね、ヘルナンデスが怪我したけども浅野が来て満塁ホームランを打つね、広島ももう完全くぶくり負けたかなっていうところから決勝の逆転スリーランホームランでさようならっていうね、やっぱこのまた2チームね、こういうのが出たら優勝するけども、どちらのチームも出るからね、切なくもしながらまだまだねこの順位争いに続くかなっていうところでね、逆に DeNA はこういうところできっちり勝って今首位の広島2勝1敗で勝ち越しました。よし A クラス争いに向けてまだチャンスあるよっていうのを持っていかなきゃいけないところ、こういうとこで負けるから脱落していくんだよね。まあその中でね、DeNA 先発ジャクソン6回82球4安打2三振で1失点でいい形でね、自身もタイムリーを打っていいピッチングね。で広島先発どこだ、5回88球8安打5三振2四球3失点と、 DeNA のね初回先制ね、梶原ファースト内安打、ここどこだ、途中でやめたのかな、ベースカバーね、慌ててね、あの広島ね、ファーストの堂林がねスライディングでいくけども、梶原の足が速くて内安打になるけども、あれ普通にピッチャー入っててトスじゃないのって俺思うんだけども、なんであれ途中でやめたんやろっていうね。でその後黒原ヒットで佐野がアウトになるけども、ワンアウト一塁からオースティンフォアボールで、ワンアウト満塁から牧野ねレフトへの先制タイムリーヒット、その後ワンアウト満塁から山本ね 6-4-3 ダブルプレーで、ここもういってね DeNA は取りたかったけども、まあさすがね、まあ、ちょっとフォアボールとか自身のバックアップとかっていうところで、ピンチを作って1失点するけども、踏ん張るところがね、まあ、ここだかなっていうね。しかし DeNA、広島ね2回裏ね、2アウト1、3塁から堂林のねサードゴロ、強打が後逸エラータイムリーエラー1対1同点、強打バッ、まあどうだよな、突っ込んでこうやっていかないとアウトにできない、いや右の堂林だからそこまで慌てなくても若干待ってもアウトにできたんちゃうかって俺は思うけども、皆さんどうですか。あれはなんかギャンブル、あのタイミングでギャンブルいるかっていうねところだったけども同点。DeNA はね4回表に、ワンアウト一塁から林のねライトにタイムリーツーベース、打った瞬間ホームランかと思う角度だったけどね。でその後ワンアウト2、3塁からジャクソンのねレフトにタイムリーヒットっていうところで2点、その後ワンアウト1、3塁からね梶原もう1点ここ行きたかったところね、レフトファールフライっていうところでタッチアップできず、で桑原ショートゴロで1点取れず、だから DeNA はねこの初回と4回ねもう1点ずつね最低でも取れたと思うのよ。結局ね取れる時に取らないからこうなるっていう試合展開になっちゃうんだよね。で広島としたらランナー出すけども点がね取れず、5回にもね先頭堂林ライト前ヒット打つけども、その後代打田村がね床田に代わって 4-6-3 ダブルプレーだったりとか、7回にもね、先頭坂倉がライト前ヒット、で中村翔成 4-6-3 ダブルプレー、菊池のツーベース、こういうチグハグね、で点が入らないって、もうこれ完全なね、負け試合、ね、で8回にもワンアウトからね、秋山センター前ヒット、で代打末冠にデッドボールでワンアウト1塁チャンス作るけども、野間が 4-6-3 ダブルプレー、もう完全に負けゲームの流れ、もうこれでもう DeNA はね、勝つ流れだったけども、9回裏、ピッチャーね、森原、ね、先頭小園レフトでツーベース、で5番坂倉ストレートのフォアボール、これ痛かったよ、結果的に桑原ね。森原ね、これが結局言いたかった。で2アウト1塁から中村ね、レフトフライでアウトになるけども、1アウト1塁から菊池が打った瞬間にレフトへ逆転サヨナラスリーラン、グッパッてサヨナラゲーム。結局 DeNA 取れる時に取り切らないからこうなる。しかも流れは完全に DeNA、 チャンスでダブルプレー祭り、しかし結果は広島が勝っちゃう、カード2勝1敗の勝ち越し、広島優勝しちゃうぜっていうようなね劇的な勝ち越し、まあ、巨人同様ね、
本当に劇的な勝ち越しで、まあ、まだまだね続くかもしれないけど、カープとしたらこれね完全にこのカード巻き越してたのに巻き越さなかったっていうのは非常にね強さを見せたグッゲームだったと思います。さあということでパーリーグね、火曜日から3連戦、頭のカード絶対負けられない日本ハム対ロッテ、ね、どちらのチームも負けられない、絶対に行きたい、ここで大型連敗したらひょっとしたら4位落ちもあるかもしれないっていう中で大事な初戦、6対0でロッテの勝利。ロッテ先発大島、8回105球3安打5三振3四球無失点ガベージ、変化球低めにね結構決まってていい形のね投球ができてね、今年日本ハムにロッテは対戦成績悪かったけども、このね大島の好投、そして沢村がしっかり9回を抑えて6対0完封勝利は見事な勝利ね。で日本ハム先発金村、6回99球7安打2三振2四球4失点っていうところで4回表ロッテの攻撃、先頭ね、藤原が、9球粘ってフォアボール、ここね金村根負けしたね。でその後角中にライトへヒットで、ノーアウト一塁から外がライトヒット打って満塁、佐藤のタイムリーヒットで2点先制、そしてノーアウト一塁からポランコ中村友杉で三者凡退、ここねもう1、2点行きたかったなっていうところあるけども、金村よく踏ん張ってね。で、6回には、外佐藤が連続ヒットでノーアウト2、3塁、ここでポランコ犠牲フライで中村翔吾ショートゴロでアウトになるけども、2アウトになって3塁から友杉がねライトへタイムリーヒットで4点目で、7回にはね先頭高部がレフト前ヒット、藤原フォアボールで、荻野がね送りバントを決めて外タイムリーヒットっていうところでね6対0完璧な点の取り方、完璧な勝利ね。まあ日本ハムとしては3安打だからね、これはもうねなかなかね勝ち星なかったかなっていうところで、まあ唯一日本ハムが勝てるチャンスがあったとするならば、4回裏ワンアウトから水谷のサードゴロをファースト外が捕球ミスでエラー、あまあちょっとそれてるけどね、あれぐらいはやっぱりね取ってあげなきゃいけないよね。でそして清宮フォアボールでワンアウト一塁になって、ここでレイエスショートゴロ、タミヤセカンドゴロというところで1点取れず、ここでレイエスタミヤでね1本出てればひょっとしたらまだどういう展開になるか分からなかったけどもね、まあ、ここで得点できなかったこと、まあ、唯一のチャンスはね日本ハムはここだったかなと。まあロッテとしてはね完璧な得点になった瞬間はね全部しっかり得点してね、まあ、先頭ランナー出しながらね得点なかなか入らなかったっていうところはあるけどもね、金村もね、1、2、3回と、まあ、先頭ね初回高部にライト前ヒット打たれるけども、その後、9者連続アウトでねしっかり立ち上がったけどね、この2回やっぱ先頭藤原のフォアボールからの角中ね初球ライト前ねフォアボールの後の初球の鉄則っていったところで角中がライトに打ってるんで外が続いたっていうねところがロッテとしたらね一気に集中打素晴らしかったんじゃないでしょうか。初戦ロッテの戦勝大きな一勝だと思います。日本ハム対ロッテ、14日の試合4対1で日本ハムの勝利というところで、ここ2位3位の戦い、1勝1敗の現状五分になりましたけども、日本ハムとしては4安打でしたけども、相手のミスもあり速攻ね、ロッテとしてはメルセデスで6回91球3安打4三振2四球4失点でも自責点1と踏ん張ったけど味方のミスで足を引っ張られるね。日本ハム先発山崎幸也7回3分の1100球6安打2三振1デッドボール1失点、こちらも自責点0というところで緩急をつけていいピッチング、まあその中でねロッテは初回先制ね、この先制でね2勝ね2連勝いくのかっていう形を見せたけどもね、まあ2アウトから荻野センター前ヒット、外レフト前ヒットで2アウト1塁から石川のサードゴロを郡司がファンブレーラーっていうところで、まあここちょっとね難しいね判断がね、まあエラーになったんだけども、あれをちょっとイレギュラーもしてるけどアウトにするんだったらね、やっぱ正面入っちゃいけないと思うんだよ、やっぱりね横で取らなきゃいけない、やっぱ正面入る、でも郡司は元キャッチャーだからブロッキングの姿勢にね行ったっていうところで、まあ、若干イレギュラーしたからあれを止めたからねランナーが帰ってこなかったってね、レフトまで抜けなかったことによって帰ってこなかったっていう見方もできるし、でもアウトにするんだったらやっぱり横でね正面入らないで横で取んなきゃいけない、でもそうなった時に取りきれなかったレフトまで抜けていって1点入ってしまうかもしれないっていうところで、まあ、難しい判断だったね、どっちが取るかっていう若干イレギュラーもしてるけどね、まあ、ちょっとこのねエラーっていうのは厳しい判定かもわからないけども、まあねでも打ち取ってるっていうところも考えるとねやっぱ処理してやらなきゃいけないっていうね、ちょっとここら辺はねバットとかじゃないけども難しい判断ね。で2アウト満塁になってね佐藤がライト前ヒットで先制タイムリーと、流れはマリーンズね2試合連続というところで1回裏ねワンアウトが2番に入ってレイエスが同点ホームラン、グッバッて、これでかかった、この1点めちゃくちゃでかかったね。
でその中で、ね、2回三者凡退でロッテを打ち取られるも日本ハムは2回裏に先頭軍司がフォアボール、そして万波がライトへツーベースでノーアウト2、3塁になったところで上川畑のセカンドゴロをなんと外が捕球ミスってあるけど、まずこれね、小川が若干ファンブルしたんだよね、ゴロ取れなくてね。だからあれも失敗、しっかりねその場で取らなきゃいけないけど、そこから焦って投げたところでね、ホーム側にそれて外がね補給できないで外のエラーになったけども、やっぱ若干セカンドのエラーちゃうかって思うけどもね。あとはそのやっぱベースの踏む位置ね、外がベースの踏む位置をねライト方向側踏んでたんでね、あれホーム側踏んでたらね届いたと思うんだよ。あれ最初から送球関係なく踏むとこ決めてからね取りに行くからグラブ1個分届かなかったんだよ。あれね最初からね、その踏むのはライト側踏むと思うんだよね、そのあの走者の足と絡まないから。でも送球が揃えたところでね、臨機応変にホーム側の角を踏んでると届いたと思うんだよ。あのミスはね踏む位置のミスだと思うんだよね。まあ、俺はファーストが本職じゃないからそこら辺どうなのかって、俺はでも優秀なファーストだったらそこら辺ねこの器用に踏み替えてやるんちゃうかって、最初から踏むとこ決めてるから、大体ファーストって、ね、最初踏むとこ決めないで送球に対して踏むとこ決めるって俺思うんだけどね、そこら辺がちょっとねあの不思議で、それがミスになって1点入ってなおノーアウト2、3塁。ここで8番伏見のところで初球スクイズね、ピッチャー左のメレスですから三塁ランナー見えないっていうところでスクイズ成功で2点目、そしてなおもワンアウト三塁になって水野の打席で初球またスクイズ成功、だから2者連続初球スクイズ、新庄監督ぐっさりね、このやっぱり腹をね据えた思い切った采配できるところがやっぱりね新庄監督の強みであり、こういったところなかなかねできないね。しかも初球初球だからね、守備側もやっぱりなかなかそれはね踏まえてピッチドアウトウエストできないっていうところもあるんでね、これはものの見事にね1球とか待たないで初球初球っていった、しかもピッチャーが左のメルセデスからサードランナー見えない、こういった全ての面が合致してうまくね相手のミスもあり流れをね決めたスクイズになったと思います。日本はね4度だからその後なかなか攻撃もなく、でロッテとしてもねヒットが出るけども続かず、しかも6安打だからねほぼ完璧に抑えられている中、日本はね山崎達也、池田、矢良川がね完璧にリリーフで抑え切って逃げ切り勝ち、ぐっしょり。この1勝1敗はね日本ハムの2位争いにとってかなり大きな、しかも空いてるミスに乗じてねパンパンパンって作戦でもいってリズムとしても完璧な一戦ね、まあ、3戦目がどうなるのかっていうね、ものの見事な1勝1敗の五分の面白い戦いになってます。西武対ソフトバンク6対1でソフトバンクの勝利というね、ところで、まあ、ソフトバンク先発森出の9回112球2安打6三振1四球1失点の完投勝利5ページ、ね、まあ、今までもねできただろうけどもね、まあ、今年から先発になって最初はね、球数イニングとかの制限ある中でシーズン終盤に向けてリミッターも解除して112球完投勝利、非常に素晴らしかったと思います。で西武先発渡辺裕太郎6回107球9安打4三振2四球4失点ね、まあ、この中で西武はね初回外崎フォアボール、源田レフト前ヒット、ノーアウト一三塁からブランドがショートフライになるけども、ワンアウト一三塁から山村が犠牲フライを打って1点先制、おいい出だしだなと思ったけども、もうそこから2、3、4、5、6、三者凡退、で2回から6回まで4、1、2、3、5イニング連続三者凡退。で7回ね、ツーアウトから佐藤のツーベースが出るけども、その後、7者連続アウトでねほぼ攻撃してませんね。でソフトバンクはね1点取られるも4回ね近藤のホームランで同点で、6回にはねワンアウトから近藤センター前まさきアウトになるけども柳町ライト前ヒットで、甲斐タイムリーの川村がタイムリースリーベース、ここセンター西川ねやっぱまあその後失点には繋がってないけど、やっぱ前突っ込んできてやっぱ止めなきゃいけないね、前簡単に後ろやっちゃねいけない、まあ、そういったところもちゃんとやっていこうね。そして7回、近藤のツーランホームランで、6対1、まあ、近藤が、ね、覚醒してしっかりバッティングねいい形ね、山川がね、ヒットを打ったけどもセカンドで、ね、アウトになったっていうのもあるけども、ここにね栗原、山川、近藤この3人がね並んでるっていうのもねなかなかね
あのパンチ力ある。しかもこの試合ね、牧原、今宮、栗原、 1,2,3 番ノーヒットだったけども、山川、近藤、そして正木で下位の下位川村でね、しっかり得点するっていうところでね、どの打順からでも点入るっていう、これがソフトバンクの強さね。誰かが機能しなくても誰かが機能するっていうね、チーム全体が機能しなくてもこういったところがね、まあ今年1シーズン通じて、強さをね保っている証拠かなと。まあソフトバンクとしたら完勝だったと思います。西武対ソフトバンク、14日の試合4-1で西武の勝利というところで、ソフトバンク先発大津、5回84球、5安打2三振1四球4失点というところで、オールスター前の4月20日の西武戦から3失点3失点4失点4失点と、まあ、全て自責点も同じというところで、まあ、ここに来てね、まあ、出だし開幕出だしはね良かったけども、やっぱ初ね先発ローテーションというところでちょっと体力的にきつくなってきてんじゃないのかっていうね、ここが勝負だね。ここを乗り越えられるかどうかっていうところがね、先発ローテーションの投手として一番大事なんでね、まあ、本人としてもね、ここが一発のね、まあ、勝負どころっていうところですけども、まあ、4失点でね、西武に敗戦。西武先発隅田ね、6回94球7安打8三振無四球1失点とグッピッチ、ね、チェンジアップの落差、ね、低めに決まる、ね、素晴らしいピッチング、しかもねストライク先行でどんどん勝負にいったっていうところで、いい形のね、ピッチングだったと思います。その中でね、初回西武はね、先頭外崎ツーベース、そして源田送りバンドをきっちり決めて、で佐藤がね、犠牲フライで先制。でソフトバンクは初回三者凡退で、2回ね先頭山川がツーベース打って、で近藤がねセカンドゴロ、最低限の進塁打で、ここでワンアウト満塁から正木、石塚がね三振というところで、ここでね1点ね取ってればっていうところもあるけども、で3回もね、2アウトからシュートのライト前ヒットで出るけども後続続かず、その中で4回表ワンアウトからね山川ツーベースで、近藤がね内野ゴロでアウトになるけども、2アウト3塁2打席連続ね同じような状況から正木がね次は打つぞとセンターへタイムリーツーベースを打って同点ね。で西武もね、2回裏三者凡退、3回裏先頭の、ね、西川ツーベース、ここが送りバントを決めて、外崎ねあのセカンドゴロ、そして源田がサードゴロといった形で、ここでもね西武もあと1本ね点取れないね、4回三者凡退で鈍点に追いつかれるね、どっちつかずのままどうなるのかっていうところで、5回の裏、西武の攻撃、先頭蛭間フォアボール、ガルシア三振続けて西川ファーストゴロアウトになるけども、2アウト1塁から古賀がレフトへヒット、で2アウト1、3塁から外崎がセンターへ勝ち越しタイムリー、そして源田タイムリーヒットで一気に3点の4-1と、ね、西武は5安打なんで6回、7回、8回、9回と、ね、ヒットなく終盤ね、もうピッチャーで踏ん張っていくぞっていうところで、5回表にはね、2アウトから、周東、今宮にヒット打たれるけども、2アウト1、3塁から栗原を三振、ね、で6回にも2アウトから正木にツーベース打たれるけども、2アウト2塁から石塚がね、チェンジアップで三振。で7回にもね牧原ヒット打つけども後続続かず、ね、で8回にもねフォアボールランナーですからでも後続続かず、で9回にねソフトバンクの最後の攻撃っていうところでピッチャーアブレイユ、ここでね石塚ね走塁妨害な、これはね多分野村大樹が走塁妨害の、まあ走塁妨害したって記録上になってるんだけども、多分ねもうちょっと避けとかなきゃいけないよ、だからそのアブレイユを避けようとしたバッターの石塚が避けるところに野村大樹がいたことによって野村大樹の走塁妨害になってるんだよ多分ルールとしては、ね、でそういったところでだからもっと関係ないんだから、まあね、もっと避けなきゃいけなかったよねそういったところはね。で、代打ね甲斐がツーベースを打ってノーアウト2、3塁3点差、ここでね一気に逆転したいっていうところで、負けられレフトフライシュートを三振、代打柳町三振というところで、0点ね、まあ、4-1、ね、西武の勝ちというところで、まあ、ピッチャー陣ね非常に踏ん張ったし、ランナー出すもね非常に粘り強くピッチングできたというところと、一気の、ね、集中打で4-1、西武としては完璧な勝利、ね、ソフトバンクとしてはしっかり勝ち方とかところでしたけど もうマジ苦戦としてるんでね、自分たちが勝てなくても対象チームが負ければどんどん減っていくんでね、まあ、ここら辺はもうカウントダウン入ってるかなっていうところの現状、1勝1敗の5分でした。オリックス対楽天、3対0で楽天の勝利、楽天ここねオリックスを叩いてもうね4位以上は最低でも確定、そして一気に A クラスに向けていきたいっていうところで、初戦早川でねしっ
かり完封勝利大きかったね。9回129、2安打9三振、2四球無失点、完封5ピッチ、ね、でオリックス先発ソダニ、6回109、6安打6三振、1四球1失点、もう仕方ない、もういいピッチングしてるけどね。その中で楽天はね、3回表ワンアウトからね、小深田センター前でこれ盗塁きっちり決めて、村林がセンターへタイムリーヒットで1点先制。そして7回にもね、ワンアウト1塁から村林のセンタータイムリースリーベースで2点を取って、まあ、逃げ切り勝ち、ね、まあ、早川のコートもあったけども、まあ、でもここね、ワンアウト3塁になって辰巳ファーストゴロ、ここでもう1点取ってればね、もっともっと楽な展開になったと思いますけども、オリックスとしてはね、初回、池田のヒット、そして4回表、じゃあ4回裏先頭の大里ヒット、もうこれがね最後のヒット、5・6三者凡退で7回8回フォアボール出すけども後続続かず、もう完璧にね早川にねやられちゃったかなっていうね。まあオリックスはね、こう新戦力もうどんどんね新しいの今年使ってなかった選手試していってるからね、 大里ね、池田来た、森紅林、西川セデーニョ、ゴンダレス、若月ねで、1軍に上げてきてるところがね、杉沢ね、そして広岡もそうだし、山橋もそうだし、キャッチャー石川もそうだし、もうこういったところねどんどんな使っていってね、来季に向けていろんなところを見せていくっていうところではね、負けても見せるところね、やらなきゃいけないところもあるんで、そういったところを続けていきたい。でも楽天はねやっぱ勝ちにね貪欲にいかないといけないんで、その中でね初戦全勝は早川の完封とともに素晴らしい試合展開だったと思います。オリックス対楽天、14日の試合6対1で楽天の勝利というところでね、もうオリックスに2連勝このカードね、まあ、なんとか3位にくっついていきたいと、現状3位までゲーム差6となかなか縮まらないけども、もう負けてるわけにはいかないっていう中で、楽天先発打ち、5回84球3安打2三振2四球1失点グッピッチ、ね、コントロール良かったね、低めに決まったしですね、まあ、そこがいいピッチングにつながったのかなと、ね、その後ね渡辺、藤平、酒井、ソンとね、リリーフもしっかり踏ん張って、6対1試合もね、効率よく得点も取って、楽天としては完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。オリックス先発エスピノーザ、6回3分の2、102球、8安打5三振、3四球1、デッドボール6失点とちょっと荒れたかなと。その中で楽天はね初回先制ね、1番小深田フォアボール、村林送りバントをきっちり決めてワンアウト2塁から辰巳がね、先制のライトへタイムリーツーベースで1点先制。しかしオリックスはね1回裏、ね、ワンアウトから西野フォアボール、池田レフト前ヒット、そして森フォアボールとね、ここら辺ね、うちね、この序盤、ここしとけたのが大きかったかな、ね、でワンアウト満塁から紅林にセンターの犠牲フライで1点取られて、北にライト前ヒットで後続ね、ツーアウト満塁になるけども、杉本ショートゴロでアウト、だからここでね、杉本がパンパンって打ってね、ビッグイニングしてたら、うちね、崩れていったと思うけども、2回以降ね、しっかりうちも立て直してきて、2回三者凡退、3回も三者凡退。4回もね、ツーアウトから杉本にレフト前ヒット打たれるけども、きっちり後続をしっかり抑えていく。で、5回表ね、楽天は、小深田のタイムリースリーベースで2点を取って3対1。で、5回裏もね、しっかり三者凡退で抑えていくっていうね、まあ、序盤制球荒れたけどもね、しっかり2回目、ね、2回以降はね、しっかり落ち着いて制球もよくね、投げ切れたことが、このね、勝ちに結びついたかなと。で、楽天は6回にもね、先頭辰巳がツーベース、そして阿部のセンター前タイムリーヒットで1点。で、7回にもね、阿部、そして鈴木大地ね、阿部の押し出しフォアボール、鈴木大地のセンタータイムリーヒットと、ピッチャーのね、エスピノーザがちょっと制球を荒れたところをしっかりね、ダメ押しで、6対0と、効率よく得点を取っていって、オリックスはね、4安打なんで、まあ初回で1点だけっていうところでは、完敗といったところでしょうか。まあ楽天ね、先ほど説明したように、3位を追いかけていく上では、この2連勝ね、非常に大きかったと思います。ということでパリーグね2連戦でお伝えしましたけども、あのちょっとこの金曜日の試合がサルデーがちょっとあの見切れないっていうところ、動画が撮る時間がちょっとなかなかないんで、あの出せないんで、パリーグはもうこの2連戦のみと、ストーチェックさせていただきます。またねあのしっかり土曜日からねあのしっかりストーチェック、させていただきますので、ちょっとねこの金曜日からねさせていただきますので、このね15日のちょっとねパリーグだけの3試合ちょっと見れませんのでね、この動画、ここ2連戦だけになりますけど、すいませんね。まあでもね、日本ハム対ロッテ、これはねどっちが勝つか一勝一敗の五分だからね、非常に大事だし、まあソフトバンクはねもうゲーム差を減らしていく、西武は来季に向けてねいろんな選手を作りながらね、成長を促すね、楽天はなんとかねこうオリックス3連勝して3位にくっついていきたい。まあオリックスはねまあ本当に若手も新しい戦力使いながら来季までかなっていうところでね、まあ、勝ち負けだけじゃなくてしっかりした野球をしていかなきゃいけないかなっていうところの、パリーグ2連戦でした。まあ、今日の試合もね非常に大事になってきますけども、どうもその時はねできませんけどすいませんでしたっていうところは今日を言っておきます。
さあそして16日金曜日からねカードも変わって9連戦も終わってというところでセ・リーグはヤクルト広島、DeNA 巨人中日阪神と A クラス対 B クラスの戦い、これは A クラスのチームねどこも負けきれない、負けたチームから脱落していくぜっていうね試合展開だし、パ・リーグはね楽天西武オリックスロ日本ハムソフトバンクロッテ、またもこのねソフトバンク対ロッテのね戦いになるけども、ロッテやっぱり2位死守に向けてはソフトバンクに負けられない、ここねソフトバンク一気にロッテ戦叩くことによってマジックがね一気に減る、で日本ハムオリックス、オリックスも今上位ねなかなか上がってこないけど日本ハムはね負けられない、楽天はね最下位西武にしっかり勝ってね3位争いに向けていきたい、まだまだね両リーグ面白い試合カードが続きますんでね皆さんも楽しんでいきましょう。それではまた。